災害対策特別委員長、新妻秀樹さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針、その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置しようとするものであります。委員会におきましては、提出者、衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、船舶を活用した医療提供体制の具体的な在り方、病院船導入にかかる課題への対応等について、質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、本法律案に対して、付帯決議が付されております。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案に賛成の皆さんの起立を求めます。総員起立と認めます。よって本案は全会一致をもって可決されました。日程第3、日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律は、衆議院提出を議題といたします。まず、憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査